こういういうに、ね、ゴンダの18秒」って名前を付けてなんか語り継がれるように言っていただくのはすごいありがたいんですけど個人的にはあのずっとこれはいろんなとこにも言ってるんですけどやっぱ6秒で終わらせることが。 実はでできたプレーでこのちょうど今映ってるこの2つ目のニャブリ選手のこのシュートをやっぱりキャッチして終わらせるっていうのが本当に世界で戦うためには今後必要になってくるので、まあ、当然やっぱこの4つのセーブっていうのはすごく個人的にはこうやって取り上げていただいてうれしい反面やっぱそうやってもっとやらなきゃなって思いにも毎度こうやって見せてもらえるとさせてもらえますね。